レソザボーツクの師匠、レソザボーツクは、ロシア極東部、沿海地方の内陸部にある都市、中路国境のウスリー川に面する。人口は2002年国勢調査で42,185人。1989年ソ連国勢調査では44,100人であった。2010年には49,59人と、減少傾向にある。半角を出て、北に流れるウスリー川は、 この周囲で、ウスリー平野を形成している。市街地は、ウスリー側から東へ 10km ほどの位置にある。ウスリー側の対岸は、国陸交渉ョトラハヤシシに属している。ウラジオストックからは北へ3 0 0キロメートル。北東に8 0キロメートルのところに、ダリネルチェンスクがある。シベリア鉄道の沿線にあり、ウラジオストックから、ウスリースク、スパススクダリニーを経て、 ハバルフスクやモスクワに至る列車が、ルジノ駅に停車する。ルジノ駅から、モスクワの終着駅までの距離は8 9 3 4トルシベリア横断道路の一部をなす、ウラジオストクからハバルフスクを結ぶ、M60 幹線道路、ウスウリも、市街地の1 0トルほど東を通っている。レソザボーツクにある、ルジノ駅の駅舎もともと、ウスリー川沿岸のこの場所には、 ボロディン家所有の製材工場があったが、ソビエト連邦成立後の1924年、新工場が作られるにあたり、その周囲に労働者のための新たな集落ができた。これがレソザボーツクの始まりである。当初、この集落はダリレスと名付けられた。1932年には、近隣のノボストロイカ村と併合して、都市型集落となり、レソザボーツクと改名された。 1938年には市に昇格している。極東軍管区の第五軍に属する陸軍基地がレソザボーツクには長年置かれてきた。レソザボーツクの産業は林業と製材業が中心である。その他の軽工業や食品工業も立地している。レソザボーツクには地方市博物館が立つ。25km 南のキイロフスキー地区シマコフカにはシマコフスキー公船があり。 沿海地方でも重要な保養地となっている。ありがとうございます。